父さんと母さんに連れられてじいちゃんの弔問に来て以来だな。あれから10年以上経つのか。湊、私だ。どうにも厄介なことになってきた。先ほどまで警察と話をしていたんだよ。なんで警察のこと。お蚕様はね、たとえ繭を出られてももう口はないし、飛ぶこともできない。卵を産んで死んでしまうの。人がそういう虫にしてしまったの。私は蝶じゃない。私はまるでお蚕のよう。でも私はそれで幸せだった。